室にようこそ。こちらのステージでは、シャープが6月に発売いたしました家電ロボットをご紹介いたします。それはココロボです。こんにちは。こんにちは、ココロボちゃん。今日は夕方から雨が降るかもしれんね。本当に？教えてくれてありがとう。さて、このココロボちゃん、単なるお掃除ロボットではありません。今ご覧いただいたように人とコミュニケーションを取ることができるんです。さらにスマートフォンやクラウドと連携することでどんどん成長していきます。では実際にどんなことができるようになるのか、こちらのココロボちゃんと暮らすご家族の例をご紹介してまいりましょう。今お家の中にはペットのワンちゃんとお留守番のココロボちゃんだけみたいですね。お仕事中のお母さんのスマートフォンに何かメッセージが届いたようです。単身赴任中のお母さんから予定変更のメッセージのようですね。このお父さんとお母さんのメッセージのやり取りはシャープの家族専用のコミュニケーションサービスを使っています。気まずいよ。いや、お家の心もちゃん何か一人で喋ってますよ。お母さんにまたメッセージが届いたようです。お部屋が35度もあって暑いよ。なんとメッセージの送り主はお家いるココロボちゃんです。ココロボちゃんがお部屋の温度を感じて暑いってつぶやいたんですね。この家族向けサービスではココロボちゃんも家族の一員なんです。ココロボと家族が会話できるなんて楽しいですよね。さて、先ほどのココロボちゃんのつぶやきを見て、お母さんはお家のワンちゃんの様子が心配になったようです。今度はお母さんがメッセージを送りました。ココロボとエアコンとファンの絵でしょうか。エアコンつけるよ。ファンつけるよ。ご覧ください。皆様、ココロボちゃんがエアコンとファンをつけました。こちらの家電コントローラーをココロボちゃんに装着するだけで、外出先からでも家の中の家電をコントロールすることができるようになるんです。外出先からお家のココロボちゃんにスマートフォンでお話しするだけで家電の操作ができるんですね。この他にもココロボちゃんはこんな風に写真を撮って送ることもできます。お部屋も涼しくなってワンちゃんも気持ちよさそうですね。このようにココロボちゃんはお部屋の様子をお知らせすることができるんです。さらにココロボちゃんは離れて住んでいる家族の様子もお知らせすることができます。夜になりました。単身赴任中のお父さんがリビングでのんびりしています。